戸田中央総合病院は、埼玉県戸田市にある病院である。地域がん診療連携拠点病院を取得している。2021年7月時点で、1と4県下に29の病院と6つの老人保健施設のほか、特別養護老人ホーム、クリニック、検診センター、訪問看護ステーションなど、合計120カ所の関連事業所を展開する。 戸田中央医科グループの中核施設となっている。1962年8月、病床数29で開院。1965年1月には、医療法人社団米樹会戸田中央総合病院に、組織を変更。同年中には、病床数131となり、総合病院としての認可を得、さらに同年12月には、総合病院戸田中央病院と名称を改めた。 1982年4月、現在の医療法人社団投稿会、戸田中央総合病院に組織を変更した。2007年、新病棟が竣工病床数402となった。2013年 D 館が竣工病床数462となり、2015年7月に、急病棟リニューアルにより、病床数492となった。 2015年4月に国から癌診療連携拠点病院として指定された。2020年3月27日に埼玉県から埼玉県災害拠点病院の指定を受けた。AB と木沢哲夫、戸田中央総合病院、癌診療拠点に国が指定。毎日新聞グループ概要戸田中央以下、グループウェブサイト。 令和3年10月4日閲覧、ABC 戸田中央総合病院遠隔戸田中央総合病院ウェブサイト、平成23年3月15日閲覧、南部圏域における医療機能ごとの病床の状況埼玉県埼玉、県政ニュース、新たに災害拠点病院を指定しました。災害拠点病院に、戸田中央総合病院を、基幹災害拠点病院に、 埼玉医科大学総合医療センター、埼玉赤十字病院を指定 https://www.pref.saitama.lg.jp/.a0001/.news/.page/.2019/.0327-08.html。Ht abcde 診療会チラントだ中央総合、病院ウェブサイト。 2018年3月3日、閲覧、試行品食べて、生活習慣病予防と打中央総合病院、全国初の専門外来マイナス2016年6月24日、産経新聞暮らしナビ7月7日の1だ、試行品外来埼玉県知事ブログアーカイブと打し、命名県事業、中央病院通りプレートを、除幕、埼玉マイナス2017年4月4日、 毎日新聞埼玉版。ありがとうございます。